はい、皆さんこんにちは。りょうです。えー、今回は、キングスレイドにおける主要異物について、えー、簡単にお話をしていきたいなと思います。で、まあ、異物の種類も、今となってはかなりの数あるんだけど、まあ、そうは言っても、これはやっぱり、まあ、PV コンテンツでは使いたいよなとか、PVP コンテンツでは使いたいよなっていう異物っていうのが、えー、やっぱりあるんだけど、えー、今回はその中でも PVE、えっ、ー、と、通常のコンテンツ、紹興略だったりだとか、えー、ワールドボス、まあ、あとは、試練。 エクリプス。えー、そういったところに向けたところで、まあ、この異物やっぱ持っとくといいよっていうのと、まあ、積極的に強化しておきたい異物かどうかっていうところのお話をざっくりやっていきたいと思います。 はい。で、とりあえず、そのサンプルとして比較的分かりやすいコンテンツとして、鈍色者釈明っていうのがあります。で、鈍色者釈明の、えー、私が現在組んでいる編成の中で、えー、っと、ま、あその役割だとか、えー、他の今こういうコンテンツで使えるよっていうようなところのお話をやっていきたいなと思います。はい。で、火力系異物になるんだけど、えー、っと、 短期決戦の中で一番火力が出る異物なんですかって言われたら、このルールのネックレスになります。直近で始められた方は多分だけど、うんと、2個は持ってると思う。 だよね、えー、っと、ミッションのクリアだったりだとか、ログインボーナスみたいな形で、このルールのネックレスっていうのが、えー、無突の状態のものが2個あると思うんだけど、火力系異物の選択に迷っている人向けにお話をすると、えー、個人的に現状必要となる火力系異物は、ま、個人的には、うん3つかな。 個人的に3つで、最序盤からとりあえずスタートしてる直近のプレイヤーに関しては、その4つ目の選択肢っていうのが出てくると思うので、それのお話をしておきたいかなと思うんだけど、まず、このルールのネックレスっていうのは、戦闘の開始時30秒間、英雄でない敵にしか、えっ、ー、と、ダメージ続効果っていうのが付与されないんだけど、えっ、ー、と、一応20、20%から、ごとつで最大50%になっていて、 えっと、エクリプス、がっつりやっていきたい人なんかには、割とおすすめの異物だったりします。あとは、まあ、それ以外のコンテンツでも結構有用なんだけど、ルールのネックレスの強いところは、この AU 内的に当たるダメージ50%増加で、プラス MP が5秒ごとに500回復するから、ディーラーにその MP 関連のサポート力がなくても、うん、ある程度この異物だけでも、まあ、スキル回転効率は上がっていくっていうところなんかもすごい強いし、もう一つあって、これ、戦闘開始時って、 書かれている文言の異物っていうのは原則的にバフ解除のスキルを受けてしまうと消えてしまうんだけどこのルールのネックレスはなぜか消えません、まあ、多分バグかな <laughs> バグなのかどうかわかんないけど、えー、ドンショクシャシャクメンって一番攻撃力の高い英雄に対して一定時間あのバフ解除の効果がポン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 飛んでくるのでえっともう一つおすすめするこの不思議な獣人辞典っていう効果だと解除されて でえー、っとスキル効果が発動しない、えー、異物の効果が発動しないっていう状況がああの考えられるんだけどルールのネックレスはそれの対策にも、えー、取れるので短期決戦であればルールで長期戦でバフ解除がないコンテンツであればこの不思議な獣人辞典っていうのがすごくいいですめちゃくちゃいい、うん、だよねで獣人辞典の場合は最大凸でえー、っと30%の、えー よだ目増加になります。これも英雄でない敵限定になるんだけど、まあ30%で200秒間になってるんだけど、被ダメージも減少する効果がついてるから、獣人辞典とルールのネックレスっていうのは、この英雄でない敵に与えるダメージ増加系統の異物の中では、かなり、うーん、まあ、筆頭候補になるんだけど、ルールのネックレスはイベント異物。 で、不思議な獣人辞典は、これ一般の異物です。あの、ドザレれたからね、召喚ができる一般の異物になってるんだけど、やっぱイベント異物って一進めにくいよねっていうのがあります。まあ、無課金ベースやってたら、下手すると、最初にもらえるその二つ以外はもらえない可能性があるかなと思うので、えー、っと、そういう方向けにお勧めするとしたら、この深淵の爪飾りです。これすごく優秀な、えー、っと、異物で、 味方がちゃんとディーラーを保護してあげられる環境を整えるっていうのが前提にあるんだけど、防性の余ダメージ増加効果がついているので、試練関連とかでも結構使えるっちゃ使える。ただ、防御力がゼロになるから、結局、試練はどっちかっていうと、まあ、こっち。不思議な獣鎮辞典になるんだけど、この爪飾りが使えるのはどこって言われたら、シャクメとエクリプスです。これめちゃくちゃ火力高いんで、えっ、ー、と、ルールと要は同じ効果。 まあ同じ、厳密に言うと同じではないんだけど、まあルールに近いえものがあるので、エクリプスなんか頑張っていきたい人なんかは、深淵の爪飾りっていう異物はかなり脅威物に分類されます。まあワールドボス勢なんかもうほぼ、皆さん100%に近いぐらい、これでね、攻略されてる人が多いんじゃないかなと思うんだけど、 あえっ、ー、と、ザンドゥス以外かなに関しては爪飾りじゃないかなと思うんだけど、まあ、割とこの3つだけ火力系異物は抑えておけば、まあ、コンテンツごとに使い分けもできるし、すごく有用です。うん。まあ、個人的には一番、まあ、不思議な重鎮事典がなんだかんだどこでも使いやすくていいかなと思うんだけど、えっ、ー、と、ざっくりこんなイメージです。で、それ以外にいくつか火力系異物ってあるんだけど、 例えば、えー、っと、これ、強化の書、えー、っと、最大で35%かなこトつの強化の書がどっかに行ってるな。はい。最大で35%、自分が敵に与えるダメージ増加効果が35%増加しますっていうものになってるんだけど、 これ、魔導工学装備の、えー、と追加スキル、敵に与えるダメージが HP95% 以上の時の25%アップとか15秒3%と同じ計算枠に入れ込まれてしまうので、えっ、ー、と、いわゆる掛け算の効果にないっていうのが、ね、少しもったいないところなんだけど、これ、金スレのダメージ計算のちょっと不思議なところで、ルールのネックレスって a v でない敵に与えるダメージが50%増加します。まあ、20から50%増加するんだけど、 えっと、グレンスなんかが持ってる、その英雄でない敵に与えるダメージ増加効果と、乗算、掛け算の関係にあるので、例えばグレンスがいる場合は1.45、宝物まで、えー、強化できている場合は1.45倍の英雄でない敵に与えるダメージ増加効果がついてるのに、さらにルールーの、えー、私の場合だとこれ1.5倍。 を掛け算した状態になるから数値的にいくと結構大きいんだよね足し算じゃなくて1.95倍じゃなくて、えー、と 2. 何倍かな 2, 2倍ぐらいまでいくかな分かんないけどそのぐらいの、うん、と要は掛け算の数値になるからダメージの倍率がぐんと伸びるんだけどこの化の書に関しては、えー、例えば自身が HP95% 以上の時の25%アップを4つつけてる場合 えー、共感の書に関しては、そこにプラスで、えー、っと、0.35付与される形になるから、永遠的に対して、えー、っと、25%4 つ、だから、純粋に200%のダメージ増加になってるところに、235%のダメージ増加っていう形になります。だから、あんまりそことのバランスも良くなくて、ルールの場合は、 えっと、200%×1.5 になるから3倍近い、えー、ダメージの増加になります。3倍近いというか3倍だね。だから、ルールを結構重要視する、あるいは、えー、不思議な獣人辞典や、このボス用ダメージアップ、深淵の爪飾り。 を、えー、重要視するっていうのは結局窓枠の装備がかっちり厳選できた後にもかなり大きな影響を持っている部分そのダメージの計算枠的に足し算なのか乗算なのかっていう違いが、えー、数値的に大きな差を生むのでこの、まあ、3つを私は、えー、おすすめをさせていただきますが最近新規アカウントをプレイしだして分かったんだけどやっぱりね異物っていうのは長期間プレイを前提に考えておかないとなかなか強化できないよねうん 強化できないないっていうのに改めて、えー、痛感させられてるんで異形の剣これもやっぱりまあ釈明系統の異物の中で、えー、獲得ができるし他の異物よりも一番凸が進めやすい、えー、ものになってますまあ,あの正直言うとルールーとか獣人辞典ががっつり強化できたら うん、一部のコンテンツ以外では使う機会があんまりないなって個人的には思うんだけど、やっぱりまあスキル効果恩恵がめちゃくちゃでかいから、この異物。えー、っと、これごとつになると敵に与えるダメージが最大50%増加するんだよね。でただ 毎秒自分の HP が、えっ、ー、と、100%削られちゃうっていうところとか、HP が25%以下になると自動で無効になるところとかがあるんだけど、まぁ、あ、栗だめも増えるし、与ダメージ、敵に与える余ダメージ、これは敵にね、す、え、べ、ー、ての敵に対して、えー、増加する効果を持っているので、まあ、使えるコンテンツではかなり強いし、その、獣人辞典とか、ルールとか、爪飾りが、えっ、ー、と、すぐさま強化できない人でも、 異形の剣の凸は比較的早い段階で進めていくことができるので、えー、使えるコンテンツにおいては異形の剣っていうのは火力系異物の中では、やっぱりまあ、うーん、重要なポジションを占めてるかなという気がするので、まあ個人的にはこの4つかな。うん。えー、っと、ルール、獣人辞典、で、爪飾り、で、えー、っと、異形の剣。で、その辞典として、まあ、これだね、強化の書。 っていう形になってきますで「凸の優先度は?」って言われたら化、えー、の書と獣人辞典に関しては一般異物枠なんで、まあ、そこで考えてもらったらいいしイベント異物の枠でいくんだったらルールーだしでワールドボス異物の中でえっ、ー、とまあ火力をとにかく上げたいんだったら爪、まあ、飾りは選択肢としてかなりいいし 異形の件に関しては、もう釈名物って3個しかなくて、そのうちの2つは、ま、ぶっちゃけ PVP でしか使わないので、PV コンテンツでまずね、えっと、その、少しでも高い段階をクリアして、え、常時、え、例えば日課だったり週あたり、月あたりにもらえる報酬量を少しでも増やしておいた方が、後々 PVP 頑張るときにもいいよねっていう話があるので、え、尺名物に関してはもう、正直、え、まずはもう異形の件、つを進めましょうっていう感じかな。 やっぱり、異業の剣の突の進み方と、一般異物とかイベント異物、えー、ワールドボス異物、それぞれ進め方が全然速度が違うので、えー、と一番強化がしやすいのは異業の剣だっていうところ、頭に入れておいていただいた上で、まあ、最終的なビルドになった時には、うん例えば、まあ、爪飾り、十人時点に切り替えて、えー、火力を少しでも伸ばすという工夫を考えてもらうといいのかなと思います。はい。で、 もう一つ、そのワールドボス異物だよね。ワールボ異物。これが難しいんだよな、今な、優先度。ということで、えー、お話ししておきたいと思います。で、まあ、改めてその爪飾り。これもワールドボス異物なんで、えー、最初にこれの話ししとこうかなと思うんだけど、これ、無突で基礎値20%増加があって、特に私、どこで使ってるって言われたら、異形の釈明で使ってます。これ、異形の釈明の時は、本当にね、 えっと、支援の爪飾りが、特に声 DD 使ってる人には、割とあると便利な、えー、異物になっていて、これ効果解除できないんだよね。で、さっきも言ったけど、えー、っとね、獣人時点は効果解除されちゃうんだよね。あの、審判の効用で、えー、っと、バフ解除をされてしまうと、この異物の効果は消えてしまいます。なので、比較的火力が カツカツだっていう人なんかは、深淵の爪飾りが釈明、大釈明だね。え、異形の釈明ではすごく刺さるので、まあこれも1個ぐらいは持っとくといいんじゃないかなって思うんだけど、思うんだけど、それ以上にやっぱり重要なところの要素として、えー、一つは王冠、一つは核、そして、えー、最近実装されたこの吐息っていうこの3つが選択肢として上がると思うんだけど、とにかくまず、この主要異物は1個ずつは確保しましょう。 で、どれからがいいですかって言われたら、うん、正直結構迷うラインなんだけど、まあ、王冠から先取っとくのが無難かなって個人的には思う。で、王冠取った後は、えぇ、ー、の核。で、それ取った後は、うん、問いかなって感じです。で、 その爪飾りはじゃあどの優先度って言われたらこれはね他に持ってるこの異物のかぶり具合とか異形の剣を使うかどうかとかで判断してもらうといいかなと思うんだけどまあ当面は異形の剣でも結構いいかなと思うから火力異物は序盤のうち異形の剣を強化していくっていう頭に置いてもらった上でワールドボス異物に関しては王冠を取ってからえっと深淵の核を取って えー、吐息を使って、えー、と、獲得するっていう流れが、個人的にはいいかなと思います。で、王冠の効果、改めてこれお話ししておくと、えー、解除不可の効果になっていて、戦闘開始30秒後から、えー、効果が発動します。で、これは、ウェーブまたぐまたがないとかあんまり関係なくて、戦闘開始してから30秒経った段階で、その時点で一番攻撃力の高い英雄に対して、攻撃力が30%増加する効果が、っていうのが飛んでいきます。で、最大75%。まあ、かなり強いよね。うん。 で、もう一つ、深淵の核っていうのがあるんだけど、これは戦闘開始時100秒間、えっ、ー、と、短い,い,いんだよね。ワールドボスとかそういうので使うコン、えー、と異物ではないんだけど、エクリプスとか、この鈍色者釈明みたいな、えー、コンテンツ、あるいは、えっ、ー、と、魔道工学でいうところのアスカロンでもいいし、場合によっては試練関連でもすごく使えて、攻撃力減少効果プラス、えっ、ー、と、攻撃力の増加。 えっと、スタック。攻撃力が最も高い味方への攻撃力の増加があるんだけど、最大で、これ、えー、っと、いくつだったっけ ?14%。えー、っと、ことは17、20%。えー、っと、 元々は8%の攻撃力増加と、えっ、ー、と15、15%、これは突しても固定になってるんだけど、15%の攻撃力減少がついていて、なおかつ、えー、ウェーブをまたぐごとに攻撃力が、えっ、ー、と、その増加するスタックっていうのを一つずつ獲得していって、最大5スタックになるから、無突の状態でも5ウェーブまたけ、またげば、えー、40%の攻撃力増加になってて、無突の大会より実は効果恩恵がでかいです。っていうのがあります。で、 まあ、個人的には、どっちが優秀かって言われたら、正直、深淵の角くが私は優秀かなって思ってる。直近のコンテンツ見ていくと。割と優秀かなと思うんだけど、ウェーブまたがないコンテンツの時は、どうしてもやっぱり王冠の方が優先度が高くなるし、王冠が発動するぐらいのコンテンツって、ほとんどがだいたいそうなんだよね。だから、 基本的には王冠を優先的に獲得はする。ただ、異物の凸をどっち進めていくって言われると、これ頑張りたいコンテンツがどっちの方向に向かってるかによって違うので、そのあたりは各々の判断になるんだけど、まあエクリプスとかそっち系頑張っていきたい、あるいは鈍色釈明とか、その周回の効率の安定化もどんどん進めていきたいって思う人なんかは、深夜の核かなと思うし、うんと、まあ単純にやっぱ火力上昇を期待してやっていきたいっていう人なんかは王冠安定かなと思います。うん。 まあ、編成によっては攻撃力減少効果をね、味方が誰も持っていない場合なんかは、新淵の核のこの15%の攻撃力減少なんかも割と刺さる部分があるかなと思うので、まあ優先度はどっちとも正直つけがたいんだけど、通る順番としては王冠でえ核がいいかなと思います。で もう一つ、この、深淵の吐息っていうのがあって、これ、自分の、えっと、自分以外の攻撃力の高い、え味方2人の、英雄でない敵に与えるダメージを5%増加させる効果。で、なおかつ、まあ、味方全体の HP を最大 HP の2.5%分回復しますよ、ん、っていうのがあります。で、この、深淵の吐息に関しては、割と、んと、サポート系統の異物が揃ってない人に関しては、 つけといてもいいかなって思えるところの異物になってるので、まあそのあたり、えっ、ー、と、まあだいぶ自転にはなるんだけど、えー、積極的にね、使っていけたら、えー、強い異物かなと思っております。はい。で、次だよね。サポート系統に持たせたい異物のところのお話をやっていきますというわけで、はい。えー、一つ目は地獄の火の無知です。で、 えっと、これはベルカザール遺物に分類される遺物になっていて、8秒ごとに敵全体に攻撃力何分のダメージを与え、5秒間全ての非ダメージをえー、えっと、10%から最大25%。 え、増加させる効果っていうのを持ってるんだけど、この効果は発動するたびに、さらにえ何、え、何ずつ、えっと、その、非ダメージ効果を増加させていくから、最大25スタックまで貯まるから、結構強い効果になります。5突になると、単純に25%増加、プラス、えっと、25スタック1、1パの25スタックになって50、50%の非ダメージ増加になるからえー、え、50%の効果に最終なってくるんだけど、 短期決戦でも中長期戦でもすごく刺さる、えー、スペックをしている異物になるので、まあ、ベルカザール異物の中で何を優先的に取りますかって言われたら、個人的にはもう地獄の火の鞭が一択です。一択。で、えっ、ー、とね、 扉っていうのがあって、えっと、ベルカ異物の中、まあ、この3つ、4つか、えー、っと、新しくこの地獄の火の扉っていうのも追加されたりしてて、これもどっちかっていうと火力系異物になってるんだけど、この敵に与えるダメージが6%、英雄でない敵に与えるダメージが6%増加しますっていう効果があるんだけど、例えば対象が敵であり、英雄でない敵に該当する場合は、これって、 えっと1 0 6る1 0 6で1.12うんうんぐらいのパーセンテージで増えるんだけど足し算じゃありません。乗算です。だから、 えっと、これ、ごとつすると15、15%×15% になるんだけど、1.15×1.15 で、だいたいいくつだ ?1.32 うん,んぐらいまでパーセンテージ増えるかなえ、ごめん、ちょっと計算してみて <laughs>。計算してみてほしいんだけど、だいたいそのぐらいのパーセンテージ増えるので、えっと、単純に足し算で1.3倍じゃなくて、1.32うん倍ぐらいになっていますが、正直言うと、弱いよね。弱い。 なので、先ほど私が紹介したような火力系異物に比べると、一本も二本もやっぱり劣ってしまう部分があるかなと思うので、ベルカ異物、まあ獲得機会めちゃくちゃ少ないんで、もう安定して無知とといてください。まあ、何凸まで目指すかはもう皆さんの判断。だけど、もうひたすら無知獲得で個人的にはいいと思う。で、グレートソードっていうのが、あの、あるんだよね。ベルカ異物の中に。これね。 えっと、自分の回復力が減少して、防御貫通力が上がる。で、りダメも上がるっていうものがあります。これは30%から最大が75%かな。栗ダメ、えー、防御貫通。まあ、防御貫通に関しては300から750が、えー、最大値としてあるんだけど、グレソもとつればめちゃくちゃ確かに強い異物ではあるんだけど、どっちかっていうと、グレソがめちゃくちゃ刺さるコンテンツって PVP です。PV e は、まあ、 流れの試練とか、大地の試練とかで刺さらないわけじゃないけど、うんと、それよりも他の異物があるんだったら、要はベルカっていう貴重な異物枠で、無知っていう最高の選択肢が取れる中で、グレソを選ぶかって言われたら、かなり自でかなと個人的には思っていて、強いんだよ。強いんだけど、 それ以外の異物がしっかりと強化できるように調整ができるんであれば、最終使わなくなる可能性はすごく高いです。だから、とにかくまあ、余ダメージ増加効果を持っている異物をディーラーには持たせるっていうイメージで考えてもらうのがいいよねっていう今の環境でいくと、あんまりグレソグレソって言ったところで仕方がないかなって個人的に思ってて、で、特にだけど、最近難しいコンテンツって大体やっぱ、 防御無視持ってる英雄使っていくんで、防御無視持ってる英雄に関しては、防御貫通力がいくら上がっても火力の上昇量それほど、えー、と見込めません。原則的に防御無視ダメージはもう、 その、防御貫通力とかに依存しない攻撃になってるから、リダめの分の恩恵しかないよねって形になるから、そうなってくると、まあ、グレスを使うより極論だけど、クリスマスツリーってやつを使った方がマシだって話になるんだけど、まぁ、あ、それは少し余談になっちゃうんで、まあ一旦置いておきますが、まあグレスは VP 頑張りたいんだったら、めちゃくちゃト進めた方がいい部分もある。で、 4人編成とかで組む場合と8人編成で組む場合でちょっと考え方が違ったりするので4人編成の時にグレスを使うとかだったら割とまあなしではないかなって気はするんだけどまあ原則的に7人とか8人編成で攻略をするのをイメージした上でお話しするとまあ辞典になりますのでまああんまり個人的にはお勧めはしないかなとにかく無知ですで それ以外のサポート系統が持ってる異物のうちに、カボチャに宿る悪霊っていう異物があって、これめちゃんこ強いんだけど、めっちゃ強いんだけど、敵が1体の時限定で、えっ、ー、と、その異物つけてる人の HP が42%増加します。で、なおかつ味方全体の攻撃力が、これ最大で、えっ、ー、と、20%から50%までなんだよね。HP も、攻撃力増加も。で、えっ、ー、と、最大50%まで、まあ増えるんだけど、 この効果って、まあ、例えば 2DD 採用してる時もそうだし、ワールドボス行く時もそうだし、えー、原則的に、まあ、あんまり腐ることのない異物なんだよね。で、効果恩恵のデメリットがなくて、えっ、ー、と、敵が痛いの時限定ではあるんだけど、デメリット効果何もなく、しかも常時発動で、えー、っと、解除もされないかな。うん。と思うので、このカボチャに宿る薬、えー、悪霊はすごくおすすめの異物なんですが、 残念ながらイベント異物なので、ルールーと同じ枠になっていますが、ま、1個持ってるだけでも違うかなって気がするんで、1個ね、とにかく獲得を頑張ってみたいところです。ま、イベントゲートの異物は配布っていうほどの配布で配れるもんじゃないんで、え、なんとも言い難いんですが、ま、持っとくとすごく有用だっていうところだけお話ししておきます。えっと、あと、ま、いくつか広報の枠があって、 え一般異物枠にあるところの犠牲の羽です。で、対象がボス限定なんだけど、自身の全ての被ダメージが25%増加する代わりに、ボスの被ダメージが25%増加しますって効果あったりします。で、犠牲の羽はね、昔はかなり重宝してたけど、今は正直言うと、そんなに強い異物ではなくなったと思う。だけど、あの、それ以外の異物何つけるかって結構今悩ましい環境で、ちょっとでも火ダメージ増加効果を付与しといた方が、 うんとその魔導工学の追加スキル、例えば味方全体のクリダメアップとか攻撃力アップとか、まあいろんな効果があるので、まぁ犠牲の羽根が、まあまあまあ比較的サポートにおいては強い異物であることは間違いないんだけど、昔ほどの重要度はなくなったかなって気がします。うん。まあ一応つけてるけどね。で、 それ以外になると、もう一個イベント異物の成績優秀賞、これ直近ログイン、えっ、ー、と、直近にゲームを開始された人なんかは、一つね、えー、これも持ってると思うんだけど、えー、味方の攻撃力を8%増加させて、自分の全ての防御力を17、えっ、ー、と10、10%かな、増加させる効果っていうのがあります。まあ、この 最終枠と言ってもいい、この辺は、割と調整しろが効くかなというか、自分が何の異物持ってるかによって使い分けしてもいいかなと思うんだけど、まあ、成績優秀賞をつけるのか、うーんと、これだね、深淵の統域つけるのか、羽根つけるのか、この辺りは結構選択肢的に悩むところかなと思いますが、まあ、この辺りがね、比較的使える異物かなという感じです。まあ、一応、 特製デザートとまあ、これでも悪くないとも、タンクに戻せるんだったら、ユの特製デザートっていうのも選択肢としては悪くないんだけど、これもイベント異物なんで、えー、入手難易度が高いという形になるので、わざわざイベント異物が仮にね、チケット自分ど、どれに使おうかなって迷ってる人が、ルールーやカボチャに宿る悪霊を外して、特製デザート取るかって言われると、 うんって感じがするんで、まあそのあたりはまあまあだいぶ自定の候補の異物だっていうふうに覚えておいてください。で、えー、っと、最終一般異物の中からちょっと二つだけピックアップしてお話ししておきたいのが、まあ一つが太陽の石です、うん。で、太陽の石は、えー、っと、結構使える異物です。めちゃくちゃ使えるかな。うん あの、1秒ごとに自分の周りの延期範囲内の敵に攻撃力の50%物理ダメージを与え、5秒間、えー、回復力75%減少させますっていう5突の効果があります。まあ私これいっぱい持ってるんだけど、5突4凸、無突無突ぐらいあるかな今。なんだけど、 まず太陽の石。敵に対する回復阻害をサポートできるっていう点で、ザナデスでもシャクメでも、えー、っと、今は流れの試練でルシキル使う人も使えるし、まあ結構カルゴリアもね、えー、割と必須級の異物になっています。なんで太陽の石はすごく有用度合いが高くて、で、太陽の石の面白い効果の一つに、これ、えー、っと、重ね掛けができます。太陽の石は。 なので、5突の、例えば太陽の石を2つ持ってる人が仮にいたとして、まあ、仮に無凸でもいいんだけど、無凸で30%なんだけど、無凸のその太陽の石を2つ前衛のキャラクターに持たせてる状態だと、えー、敵に発生する阻害効果は実は60%になります。30と30で60%。だから、1個だけをガンガン使っていくっていうやり方じゃなくて、えっ、ー、と、凸を進める分と、 えー、無突でもいいからとりあえず持っとく分と、みたいな形の運用をすると、例えば太陽の石、5突と無突が一つずつ仮にあったとしたら、えー、105%の回復阻害実はかけることができます。まあ、これを、例えばグレンとプリシラとかに私は持たしたりすることが時折あるんだけど、それだけで100%阻害かけられるんで、まあ、そういう運用も一つありかなと思います。まあ、そうやっても最近、シャクメと、えー、モーラがね、普通に回復阻害役強い英雄として、まあ、ね、それぞれの物理魔法でも使いやすい、えー、環境に にはなってきてきるんで太陽の石太陽の石とどこぐらいまで需要があるかどうかわかんないけどまあ絶対腐らない異物の一つなんで太陽の石は、えー、かなりねおすすめ度高いですでもう一つが、えー、レイクの指輪です、うん、でエクリプスの高階層を登っていきたい人は、えー、かなり重要度の高い異物だしまあ最近あんまり PVP ではレイコンレイコンて 効かないかなって気はするんだけど、私は一応、ビクトリー走るときは霊魂型でやっていますが、えー、これもいっぱいいます。で、最大で9秒間 HP が10%以下になりませんよと、で、に与えるダメージが70%減少しますっていう効果がついてはいるんだけど、まあうんエクリプスってやっぱり敵の火力めちゃくちゃ高くて、タンクに関しては、うんと、70回とか耐久できる人ってもうめちゃくちゃ、 それこそシールドも硬くて、なおかつ防御力の数値なんかもかなり高いような人じゃないと、もう正直言うと無理かなと思っているので、まあ原則的にはエクリプス、タンクにはレイコンつけとく方が無難かなっていうのを個人的には思っています。まあ回復素材効果で回復もね、どんどんできなくなっていくし、えー、そのあたり考えると、そのレイコンの効果が切れるまでにエクリプスを攻略していくっていう考え方がすごく重要になるんだけど、えー、突前提の攻略になります。なんで、まあそのあたりを、 うんどう考えるかっていうのはすごく難しくて、低凸での攻略をするんだったら、カボチャをつけた方が俺はいいと思う。低凸のレ魂コンを使ってクリプスのタンクを延命させるぐらいやったら、 カボチャをしっかりつけて HP 増加させといて、なおかつ、えっ、ー、と、ダラク・フレイとか、えっ、ー、と、レハトナのシールドで常時守ってあげれるぐらい、レハトナとダラク・フレイのビルドを攻撃力特化、シールド特化型にして、なおかつ、この悪霊の HP 増加なんかで保護してあげる。で、タンクには回復力なんかをしっかり積んでおいて、HP がね、えっ、ー、と、高い階層登っても回復できるようにしてっていうやり方が一番理にかなってるんだけど、レイコンが凹凸になってきたんだったら、 たらうーんとむしろ追加スキルを栗だめ、えー、味方全体のり溜め10%増加とかでもう決めちゃうとかいう形でちょっとでもディーラーが早く、えー、高い火力が出せるようなビルドに変えて霊魂型のタンクで、えー、ちゃちゃっと攻略を進めていくっていうそういう2つの方向性で考えていくというか使い分けをイメージしていく。 感じが、えー、いいのかなと思うので、まあ、このあたりの異物は、うん、絶対押さえておきたいかなっていうイメージでした。はい。<coughs> えー、ざっくりね、異物関連、ね、えー、っと、優秀なところだけちょっとピックアップさせていただいてお話しさせていただきました。まあ、 あと、泉がどうだとか、んなんかまあいろいろあるけど、まあ正直、その、もうあんまり気にしなくていいぞ <laughs>。あんま気にしなくていい。今のビクトリー環境なんかも、例えばだけど、上位層の人に勝とうなんて下手に思わない方がいいかなってぐらい、レベル差がすごいんだよね。まあいろんな意味で、その、窓小学の装備の削り方、もろもろとか、まあいろいろあったりするんで、その辺は、まあその自分がそっちに頑張っていきたい人は、 もうそっち関連の知識をしっかりと得てもらって、あるいは上位税のビルドを参考にしてもらって、えー、頑張ってもらうのがいいかなと思うんだけど、一般的な多くのユーザーさんに対して説明しやすいところの異物としては、ざっくりこのぐらいです。まあ、10個ぐらいかな。イメージで言ったら、10個、11個、12個ぐらいか。の異物だけが正直あれば、割とどのコンテンツでも頑張っていけるかなっていう気がします。うん。で、 まあ余談になるけど、一応クリオル、クリスタルオルゴールなんかは、これ PVE コンテンツで出てくる英雄に対しての余ダメイズ増加とかもあったりするので、まあこの辺も割と使えなくはないんだけど、まあこれ使うんだったら別に異様の剣とか、うん、で、あるいは敵がボスだったら CA の爪飾り、まあこの辺も一応英雄なんだけど、敵はボスとして出てきますっていうんだったら爪飾りとかでも代用ができるので、まあ まあ、あれは別にあるに越したことはないかなとは思うけど、別にそんな突優先度が高いわけでもないです。で、まあ、エルフの火鉢ぐらいは割と当たりかなと思うけど、正直、まあ、の遺物は、まあ、はっきり言います。私今サブアーカーやり出してますけど、出てきても全く嬉しいなっていう思うことはありません。まあ、 その特定の場所で使えなくはないけど、まあはっきり言ってなくてもいいよねっていう異物枠かなっていう気がします。うん。あとまあ、かれるカボチャが強いよとか、まあ、いろいろあるけど、まあ、狙っていくほどじゃないかなって個人的に思ってるので、まあ今回紹介したあたり、 が、えっ、ー、と、まあ、その、異物のね、使い方に迷っている人なんかは、今回紹介したあたりの異物が、まあ、やっぱり重要なんだなと。まそれ以外の異物とは一線隠すぐらい、すごく重要度の高い異物なんだなっていう認識で、えー、見てもらえたらと思います。はい、ざっくり、今回は以上となります。ではでは。